どうもゆうさです。はい、タクティクスの超プラプラいきたいと思います。ミッションですね。さあ、そしてスロー、とにかくスローが鬱陶しそうなんですけど、まあ、スロー耐性アクセを全く持たず無理やりフレンドさんでヘイスガーで塗り替えようかなと思ってます。で、回復もまあまあ回復キャラは入れず、ケアルガーアグリアス持たせてるんですけど、自力で皆さん吸い取り系の回復をしてもらってなんとかするという方向でいきます。で、フレンドはヘイスガーが欲しいんで、村さんモグの守り借ります。これでもうガン攻めで行きたいと思います。ちょっとタクティクス装備整ってはいるんですが、バランスはあまりよろしくない、回復とかないんで、なので自己回復を多めに入れてきました。ちょっと1にしようか。ガフガリオンの後は闇の剣ですね。あの辺もちょっとガンガン使っていこうと思っております。まずは開幕で来るんですよね。エールはいいよな。フロテガオイトゴこれが来てスローになってしまうんで、ここを塗り替えますね。よし、あと1回分はもう残しとくから、次のなんていうの、あれまで、スローまで、今日ドボが来るはずなん で、ここで黒手が普通にのみっぽかったから、もうこれしか持ってきてないんですけどね、大丈夫だと思いますが、こんなもん912、そうっすね、っていうか柔らかいですね、めちゃくちゃ大丈夫そうや、かなり柔らかいわ。で、ガフガリオン次でもバースト入って、そこからは割合回復をばらまく感じでいきたいと思います。そしてスタメン入れて、アグリアス攻撃させるか、灼熱波、大丈夫 OK。 さあ、怖え、いや体力はもうしょぼい、やっぱり作戦は合ってたんですね。暗黒剣舞、これで次バービで回復していく。あとあれですよね、アビリティ回数を減らしてくるような技があると。1000、はい、大丈夫、まあまああんまりね気にしなくてもいいかなとは思うんですけど、バースト組ばっかなんで、バーストがない方はちょっとアビリティ回数減らされると辛いとか、あと召喚メインで使ってる方とか辛いかもわからないですけど、さすがにまあタクティクスのメンツでそのガチャの装備がほとんどないという方はもうおられないと思うんですよね、あんまり。っていうのがタクティクスそもすごい強いじゃないですか、装備が1回引くだけでものすごく強化されますし、それによ数も多いんで、キャラもそこそこ多いんで、1つか2つは最低でも持ってるっていう、ラッキーとかで出たとかそういうパターン結構あると思うんで、なんか分かんないですけど、本当タクティクスの装備っていつもこう壊れというか、そういうのが出るようなイメージがありますね。タクティクスガチャどこ引いても本当になんかまずいところがないというか、美味しいたい焼き状態。今回のガチャもね、本当にかなり引かれた方多そうですし、まだ私は引いてないですけど気にはなりますよね、やっぱり気にはなります。ただ聞いたことないんで、あまりにも聞いたことないキャラなんで、プレイしてから引きたいなみたいな気持ちは結構ありますけど。よし、状態上バリアでここをかわして、スローをかわした。魔石ありがとうございます。そして魔石の回復、サンキュー、雷神入れます。 OK、よし、ライズン締め、いやー強い。オルランドゥ未だ現役、レジェマテとかが解放されたらさらに強くなるでしょうけど、今回のイベントでは解放されなかったんですよね。まあ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 、かなりまた強くなるんでしょうから、
楽しみにしておきましょう。その時は当然ガチャも引きたいと思います。ということでミッション完了。まあ優しいかな。物理のみっていうのがまず結構優しいですからね。物理のみっていうのが、であとは体力が少ない、結構柔らかい感じなので、まあ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 、なんかここ最近イベントの今日プラプラちょっと難しかったイメージなんですけど、今回は楽にいけました。はい、ということで見ていただいてありがとうございました。次はメスプラ挑戦したいと思います。